皆さんこんにちは株式会社 s t の高尾と申します青木と申します今回弊社からはライブエンターテイメント産業におけるユニティの活用と未来という形でお話をさせていただきます登壇者について軽くご紹介させていただきます私は高尾光大と申しまして STU ではテクニカルプロデューサーを担当させていただいております私は青木優斗と申しますシステムエンジニアリングを担当しております ここにいる二人は CTO ルームという部署に所属しておりまして STU では4人で CTO の職責を担当させていただいておりますこちらが今回のアジェンダになりますまずはじめに弊社の活動紹介をさせていただきまして次にメインのテーマであるライブ産業におけるユニティの活用についてという形で私からはライブ制作を支えるプレビズシステムという題目で 青木からはメタバースライブの同期制御といいう題目でお話をさせていただきます最後に我々が目指すライブの未来についてお話しできればなと思いますまず今回のセッションをより理解していただくために簡単にではありますが弊社の活動を紹介させていただきます STU という社名はアルファベットの R と V の間の3文字に由来しておりまして 会社のミッションもそのままリアルとバーチャルの架け橋になるということになっておりますエンジニアリングに焦点を当てるとリアルとバーチャルの間のデータの流れであったりとか動機だったり相互接続というものを主に活動しておりますまず初めにリアルの活動では NHK 紅白歌合戦だったりとかドアイスさんのドームツアーのライブプロデュースだったり制作だったりを Unity を用いて作成していたりします また最近ではアーティストさんの MV のプロデュースおよび制作も多く受け止まっておりましてこちらの2つは BE:FIRST さんの MV になります。そしてもう一つがライブ向けのローカル 5G のソリューションだったりとかスタジアムの施工設計だったりというものを行っていたりします。 先ほどまままででがリアルルののの方活活動動ございましてここからはバーチャルの活動になります左は NHK さんの番組で「未来王」というバーチャル空間に100人ほどを集めてメタバース空間内で体を張ったクイズをやるだったりとか右側も NHK さんの番組で「沼にハマって聞いてみた」という番組同じく参加者として学生さんがメインになっていてコロナで失われた学,生学園祭をバーチャル空間で行う。 という試みになっておりますこちらも Unity で実装させていただいておりますまたバーチャルライブとしてかぐやルナさんのバーチャルライブであったりみなたさんのライブの制作であったりというものを行っております弊社ではこのリアルとバーチャルというものを独立した業種市場としては考えずにお互いに補い合う関係性だと考えています それぞれで培われた知見や技術を統合することによってリアルとバーチャルの融合する未来というものを目指しておりますここからが本編になりますまず私高尾の方からライブ制作を支えるプレビズ技術という題目でお話をさせていただきますまずはじめにプレビズの必要性についてご説明させていただきたいと思います映画産業の方々ではかなり一般的に な概念かなと思いますプレビジュアライゼーションなんですけれどもライブ産業では未だにプレビズのワークフローが全く存在しません意外かもしれないんですけれども2回3回と全体でリハーサルをしている現場っていうのは結構稀でしてほとんどぶっつけ本番で演奏しているというのが現状になりますでクオリティの向上だったりワークフローの改善にはイテレーションが不可欠なはずなんですけどね でなぜこれらの問題が起こるのかっていうところのお話でまず初めに人件費費費とと機材費会場費が膨大にかかるかるらだと予想しておりますで実際に物理的な会場で物事が動いていきますのでそのコストが半端ではないというのがまず一つそして場所的時間的な拘束も当然ながら多くなってきますのでこちらもコストがかかるという話になります。 もう一つが都度チームが蘇生させされているからというものがありまして IT 業界だと一般的な Slack だなんかのこうチャットツールの利用も全然なくてですね、LINE 等でクローズドコミュニケーションがずっと取られているという現状があったりしますこれっていうのは結構 CG プロダクションの黎明期 ShotGrid なんかがなかった時代と非常に似ていると思います でそしてこの改善に取り組んできた事業者が残念ながら全くいなかったなというのが印象でそんな問題を我々は DX で解決していきたいなと思っておりますじゃあ実際にどう解決するのかっていうところなんですけどもまず我々はリハーーサルルをバーチャル空間でで置き換えるためのの施策っていうものに取りり組んでおります右下がその概要図になったりするんですが実際に今経産省の j ロ o t という枠組みで 開発を進めさせてていいただいておりますまずはじめに物理会場でのリハーサル開催っていうのは多額のコストがかかるっていうところで先ほどの概念図の右上の拡大になるんですが技術リハーサル1回すすするのに1000万円近くかかりますというお話ですしかも技術がうまくいかなければ演出のチェックも全くできないそして現場がピリついて心理的安全性も低くなっちゃうということがあります。 それをデジタルツインで置き換えることができれば何回でも演出チェックができたりとか人がわざわざ集まらなくてもよいだったりとかそのライブそのものをアセットができるだったりとかそれらを含めて大幅なコストダウンを見込むことができますではどうすればプレビズツールっていうものを皆さんに使っていただけるのかと申しますとどんなに優れたツールでも導入してもらえなければ全く意味がないと考えております そして今現状現場スタッフ用のツールっていうものはかなり存在するんですがマネジメントを包括したものに関しては全く存在していないのが現状ですなのでマネジメントサイドが導入しやすいソフトウェアにする必要がありますそれは操作が簡単であったりとか PC のスペックが不要であったりとかいう部分になりますさらに現場のスタッフの要求に耐えるプロフェッショナル仕様も同時に備える必要がありますこちらは高性能な ものとかハイエンドなグラフィックだったりとかの項目になってきますで我々はどちらも置いてけぼりにしない DX というものを求められておりそれに対してアプローチしているという形になりますなので今現状の既存の現場のオペレーションはそのまま踏襲した形でマネジメントサイドへの理解も深めるという形で開発を進めておりますそしてこちらが今開発しているプレビズソフトウェアの 全貌になるんですけれども左端にプロデューサーアーティストこれがライブを企画したい人ですねがいましてプロデューサーが実際にディレクター陣を集めて最初の定例会みたいなものが作られるのが現状です。ディレクター陣は主にこの5つの項目に分けられるかなと思っておりましてまず1つが照明さんで2つ目に舞台の配置。 3つ目にアーティストさんの立ち位置4つ目にライブ会場の手配5つ目にカメラのディレクションだったりがあります。でディレクターさんは主に抽象的に、まあ、こういうイメージでライブを作っていきたいんだよっていうのを各セクションで具体的にこうイメージを膨らませていくというセクションになるんですがそれぞれのセクションで実際のプレイヤーさんエンジニアさんですね 照明さんだったら照明ディレクターが実際の照明のオペレーションをする人に実際の具体的な設定をパスしていくんですけれどもそういう形でトップダウン形式でライブの制作が進んでいくことになります。で実際にプレイヤーさんが、まあ、エンジニアさんですねが具体化したイメージをディレクターさんにもう一回こうフィードバックするっていう機会が今までだと まあ、リハーサルしかなかったんですけれども我々のプレビ v ソフトウェアを活用してディィレククターーーさんへのののフィードバックといいうううものをスムーズにに行うというのが目的になってきますそしてディレクターさんが戻ってきた映像を見てエンジニアさんに戻してっていうイテレーションサイクルをどん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 繰り返していくことによってライブのクローリティを上げていきましょうという概念になっております。 こちらから各セクションの実装の解説になっていくんですけれどもまず初めに照明のお話をさせていいただければなと思います実際に我々ユニティでの照明シミュレーションライトビズという製品を開発しておりましてこちらがユニティ上で動作するリアルタイムのライブステージのビジュアライゼーションのシステムになっておりまして照明だったりとかセット稼働だったり LED のビジョンだったりとか特殊効果 のシシミュレーションが可能になっておりますでこちらの映像が実際のアーティストの本番の照明演出をリアルタイムに抽出した事例になるのですがこのように実際のライブが左側にありましてその照明のデータを実際に収録しまして右側のバーチャル空間に再現したというものになります次のセクションの解説に移らせていただきます。 舞台配置については CAD のソフトウェアなどを用いて実装するのでちょっと今回は飛ばさせていただいてこのセクションからは立ち位置編ということでアーティストの立ち位置をどうやってシミュレーションするのかということについて解説させていただきますまずはじめにアーティストのデジタル化というところでボリューメトリックキャプチャーを活用しましてアーティストさんをキャプチャーしておりますこの動画の例ですと実際に CANON さんのスタジオで 14人ほどのキャストさんをポリメトリックキャプチャーしましてその実際のデータを実際のライブの会場のバーチャルデータに置きましてこのような映像の形で再現しております次のセクションは会場編というところで解説させていただきたいと思います実際にライブ会場ライブをする際にライブ会場を抑えるわけですけれどもそのシミュレーションをいかにして実現しているのかというご説明になります まずライブの会場の CG 化を行う必要がありましてこちらはレーザースキャンの RTC360 という機材でレーザーで会場をスキャンしましてそれを天群データに直すっていうことをやっております。0から 3D でモデリングするのではなくてこのようなアプローチを取ることによって2分ほどで会場のデータが完成します。そしてこの天群データをユニティの VFX グラフの立方体の表示 をすることによって十分に実用に耐えるグラフィックとなりましたそして最後にカメラセクションの解説に移らさせていただきますで実際にライブでカメラを収録するときに実際にどこでカメラを映すのかだったりとかどういうカメラワークで映すのかだったりとかがわかる必要があるのですがこちらにその Unity のライブキャプチャーというものを活用させていただいております 実際に先ほどボリュメトリックで収録したキャストさんとライブのステージとライブの会場とっていう CG 上のグラフィックに対してユニティ y のライブキャプチャーを導入しまして実際のカメラマンさんにこちらは操作していただいた例になるのですがユニティ y のライブキャプチャーというものは実際のカメラマンさんが操作しやすいようなパラメータ群になっておりましてズームの制御だったりとか パントチルトだったりとかの制御ができるようになっておりますそしてもう一つがライブキャプチャーを使用しない例になっておりましてこちらは実際のカメラのトラッキングに対応しているというものになるんですが左側が毛筆が開発しているスタートラッカーという光学式のカメラトラッキングシステムになっておりまして実際に天井に張り巡らされたマーカーを認識してですね 自分自身のカメラの位置がどこにいるのかどういう角度で持たれているのかっていうものが検出できるのでそれをそのまま Unity に持ってきてどこにカメラがあるのかっていうところで実際のののカカメメララマンさんのカメラの動きを捉もう一つがショートクが開発している機械式のカメラトラッキングシステムになるのですがこちらはよくあるテレビ局なんかのクレーンのカメラだったりとかがどれぐらい伸びているのかだったりとか こちららも同じくどののいいカメラが回転しているかかだったりとかを機械的に撮るこ,とができますこのようなものを活用してカメラマンさんの実際のシューティングをチェックすることができるという仕組みになっております。そして最後に大切なのは手軽さというところで実際にディレクターさんがエンジニアから上がってきた映像を見るためにハイエンド PC というものを用意していては本末転倒だなと思っております。 というところで我々クラウドレンダリング技術というものを開発しておりましてこちらはチェックバックに高性能な PC を用いなくても iPad なんかの端末でも HDRP だったりのハイエンドなグラフィックを動かすことができるというシステムを開発しておりますこちらを活用することによってディレクターさんがわざわざこうプレビズシステムを開くところに心理的な障壁を感じることなくエンジニア人に フィードバックを送ることができるというシステムの構成になっております。このようにしてライブのプレビズソフトウェアというものを広く使ってもらえるような開発を我々は進めておりまして産業分野でユニティがこのように活用されているんだよっていうものが理解していただけると嬉しい限りでございます。こちらで高尾からの発表を終わらせていただきまして次にメタバースライブの技術的課題と解決という題目で AOKI から 発表させはいそれではシステムエンジニアの青木の方よりメタバースライブの技術的課題と解決についてお話しさせていただきます。そもそもメタバースライブとは何かといいますと明確な定義はありませんがかいつまんで言うとバーチャルタレントのアバターもしくはリアルタレントの映像が歌ったり踊ったりする。 それをユーザーが自宅からアバターでログインして同じ空間でライブを楽しむというようなものになるかと思います。かつてバーチャルライブと呼ばれていたものがメタバースライブと呼ばれる比率が上がっております。専用のプラットフォームを開発する場合があれば、フォートナイトのように既存ゲームの中でイベント的に行われる場合もあります。バーチャルキャラクターのライブとしては、物理会場のスクリーンに投影する形式のライブもあるため、まあ、今回はユーザーがアバターログインする携帯のライブを指して、 メタバースライブという言葉を使うようにしております。まず、バーチャルライブの技術的課題についてお話しさせていただければと思います。バーチャルライブの実現方式には、事前収録というものと、リアルタイムというものがそれぞれございます。それぞれについて問題点がございますので、その説明をさせていただきます。 まず事前収録の技術的課題についてそもそも事前収録方式とは何かといいますと事前に収録されたアニメーションをインターネット経由でダウンロードしてクライアント上で 3D モデルに反映することで再生する方法になります Unity の場合はアニメーションのデータをクライアントにダウンロードするという形になるかと思います現存する多くのメタバースライブがこの方法を採用しています 音声、楽曲、モーションなどをすべて事前にローカルにダウンロードすることになります。タイムラインが概ね一本道となりまして、クライアントは開始シグナルを受信して再生を開始すると。その後はずっと同じスピードで皆さんのクライアントの中でライブが進行するというような形になっております。これはダウンロードが完了してさえしまえば事故が起こりづらいという大きなメリットがあります。それで、 事前収録の技術的課題の1つ目として双方向性の欠如というものが挙げられますリアルタイムなパフォーマンスと異なりオーディエンスとの双方向性を演出に組み込むことができなくなるという大きな問題がございます双方向性のある演出というのは例えばオーディエンスのペンライトの色を見て MC で反応したりだとか掛け合いをしたりだとか一緒にゲームをしたりだとかというようなものになります2つ目の技術的課題として事前ダウンロードサイズの肥大化というものがあります 数時間のライブのモーションを含むデータをクライアントに事前配信する場合、アクターの人数においてギガバイト単位のデータをクライアントにダウンロードさせる必要があります。継続的にプレイするゲームと異なり、単発の体験が多いバーチャルライブにおいては、事前にダウンロードするデータ、つまりユーザーに対して要求するストレージの空き容量というのは少ない方が望ましいと思われます。次にリアルタイムの技術的課題についてお話しいたします。 リアルタイム方式とは何かと言いますと TCP などの通信方式を使いキャプチャーしたデータを即時インターネット経由でクライアントにストリーミング伝送する方法となっております音声とモーションをストリーミングし楽曲音源などは事前収録方式との組み合わせになることが多いですリアルタイム MC としてユーザーとのコミュニケーションを取りながらライブが実現できるのが大きなメリットとなります はい、このリアルタイムにも技術的課題がございましてまず1つ目として伝送経路の異なる複数メディアの同期ずれが挙げられますリアルタイム配信のバーチャルライブにおいてはモーション音声口パックなどの複数種のデータを同時転送することが重要になりますここで音声を RTCWebRTC などの音声配信の仕組みを使って伝送してモーション口パックは独自の配信機構で送信する場合相互にタイミングずれが発生する場合がございます 例えば TCP だとヘッドオブラインブロッキングが発生しますのでパケットが再送を待っている間もしくはネットワークが一時的に遮断されてしまった時など長めの待ち時間ディレイが発生することになるんですけれどもそれと音声の伝送方式で信頼度が異なる場合にここで相互にタイミングのずれが発生してしまいその後ずっとずれっぱなしということが発生してしまったりします。 リアルタイムの技術的課題の2つ目として、大量有罪ーーの配信が非現実的であることが挙げられます。音声や映像でないデータ、つまり、モーションキャプチャーやリップシンクを含むデータをリアルタイムに送信するためには、一般に MQTT や WebSocket、もしくは UDP や TCP 上に構築した独自のプロトコルなどが使われます。これらのプロトコルは数万オーダーの大量接続が難しくて、サーバーのスケールアウトで対応することが要求されてきます。 これはつまりお金がたくさんかかるというような形になるかと思います。そこで STU ではマルチメディア同時伝送プロトコル MSSP というものを開発しました。これはマルチメディアサイマルストリーミングプロトコルの略でメディアタイプの異なる時系列データを単一のセグメントにパッケージングしインターネット越しに配信することでメディアタイプ間のタイミングを保証した状態でクライアントに伝送する技術となっています。 特徴として、事前同期とセグメンテーションによって CDN 経由での大量接続を実現することができることにあります。このように、イベント会場から VR 空間、アグリティで作られたクライアントに対して、インターネットを経由してさまざまなタイプのデータを転送することができます。MSSP は HLS や MPEG- に非常に強い影響を受けておりまして、この HLS や MPEG- が持つ CDN 経由での配信に対応していることによって大量接続を担保できるというところに注目しております特徴として音声映像モーションキャプチャーデータ MIDIOSC DMX アレンビックデータなどデジタルデータであればどのような内容でも含めることができますまたフォーマットの内容に関与しないので含めるデータをそれぞれ最適な圧縮アルゴリズムで圧縮することができます ストリーミングデータセグメント。この1セグメントが1ファイルという対応になっておりまして、このセグメントに分割されるため CDN 系で配信することができます。動機が取れたデータソースを MSSP で送信することで受信側でも同様の状態でデータを再生することができるようになります。一般的なライブタクでは有線で接続されたローカルネットワークによってこのようなデータをやり取りしています。 これらの信号を同期を保ったままインターネットを介して配信できるようになることでライブ内出をリモートで制御できてリアルタイムのバーチャルライブを実現することができます。データ送信の構造についての図がこちらになっております。まず左の方でマイクやモーションビルダー、OSC、アレンビックなどのデータを MSSP トランスミッターというソフトウェアに通します。 このトランスミッターからは TCP でサーバーサイドにある MSSP ストリーマーというサーバーにデータが送られまして、このストリーマーがデータをセグメント化、すなわちファイルに切り出すというところをやっています。で特徴的なのはここでデータ帳ではなくて時間の長さを用いてセグメントを作っていることになります。これは HLS などの動画音声を配信するプロトコルにも非常に近い点が見受けられます。 この図では、右側の方では Unity から HTTP2 を使って CDN に対してリクエストを送っています。この接続は一度エッジロケーション上のプログラムによってブロックされ、接続が維持されたままデータが配信されるのを待つ状態になっています。ストリーマー側では、作成したセグメントがファイルシステム上に置かれた後、エッジロケーション上のプログラムに対してそのデータが配置された旨を通知するようになっています。 それによってリクエストが解決されてオリジンに対してリクエストが飛ぶというような形になっています。Unity 側からは連番で少し先へのファイルの取得を事前に行っておりまして例えば1つ目のデータを取得すると同時に2つ目、3つ目、4つ目、5つ目という形で5本のリクエストを同時に投げています。1つ目のデータが取得できた場合にさらに6つ目のセグメントに対するリクエストを投げます。 このようにすることによって、事前に SSL の終端お及び認証などのデータ受信のために必要な事前の処理をあらかじめ行ったコネクションをいくつも貼っておくことができるため、データが配置されてすぐにデータを取得することができるようになります。これにより、大量の接続をある程度の低遅延、例えばセグメントのサイズが500ミリ秒の場合に、大体2秒ぐらいの遅延で、 伝送すするることができるようになっていますデータセグメントの構造としては非常にシンプルでヘッダーがありまして中に複数のメディアタイプを持っているデータ構造がありますこの図ですと上から音声が5本モーションデータが3つそしてライブ制御用のオープンサウンドコントロールのデータが1本入っている形になっております 特徴的なのはこのデータがデータ帳ではなくて時間この場合だと150ミリ秒をセグメントの長さにしておりますので時間によって区切られるところが特徴的となっております。MSSP で扱うデータソースは個別に異なるアルゴリズムを用いて圧縮することができます。データが連続的に変化する場合に利用でき圧縮率と計算量が常に固定になる ADPCM などが最適なケースもございます。 音声の場合、ADPCM を使うようにデフォルトでしております。通常、音声の圧縮に使われるアルゴリズムなんですが、実は変化が連続的なデータであれば、何にも適用可能なものとなっています。ADPCM の実装方式にもよりますが、検証で利用した IMA-ADPCM は、16ビット整数から4ビット整数への固定調圧縮を行うことができます。メリットが大きかったものとして、モーションデータの ADPCM 圧縮が挙げられます。 通常、モーションデータは各ボーンの回転をクオータニオンによって表しますが、クオータニオンによる回転には連続的でない変化が存在するため、そのまま ADPCM で圧縮することができません。例えば、プラス180からマイナス180に飛んだときに、その間を保管するような動きになってしまうという形になります。そこで、ユニティのヒューマノイドのように、可動域によるポーズ表現を用いることによって、モーションデータも ADPCM で圧縮することができるようになりました。これは、 このの可動域ベーススマッスル値です、ね、ヒューマムードのマッスルが0をベースにしてマイナスとプラスの方に連続的な変化しか行われないというようなところがこの圧縮に非常に向いている特性となっています参考にしたテクノロジーとして HLS や m p e g d a s そして国内で NHK が開発しているマルチメディア伝送の MMT というプロトコルなどを参考にいたしました 実際の運用例として、48kHz の音声データ4本、モーションキャプチャーデータ3本を MSSP と CDN で配信したものとなっております。こちら、講談社 VR ラボ様のバーチャルライブホフ様セカンドというプロジェクトに使われたものになっております。これはユニティで制作されているライブのプログラムなんですが、ちゃんと音声がそれぞれの場所の口のところから 出るようになっておりましてあの左に立っているときと右に立っているときでそれぞれえっと声の伝わり方が違うというような表現がこれはリモートでリアルタイムで可能になっているという形になりますこれまでが今まで STU が取り組んできた事柄になるんですけどもここからは未来の展望についてお話しさせていただければなと思います先ほどありました MSSP というものですが これとと我々が作ってていいる今ののプレビズシステムというものを組み合わせてですね実際にバーチャルライブというものを本当に真の意味でリアルタイムで実現しようというコンセプトがありまして今こちらを3学連携しながら最先端の研究開発というものを進めております。そして我々が開発しているプロダクト群を相互に作用させてですね実際にこれらの未来を実現できるような形で開発を進めていくという形になっております。 そして現場でのクリエイティブ制作だったりノウハウだったりソフトウェア開発のノウハウを織り交ぜながら私たちはバーチャルとリアルが融合する未来を実現していきますご清聴いただきありがとうございました。